それでは今から目の調整をするからね。頑張ろう。で、左目が正常で、右目が今、新しく交換したばかりの眼球だから、それに合うように調整していくからね。まずはピント。かな。右目が左と同じピントになったら教えてね。このあたり、どうだろう。もう少しかな。このあたりかな。そうすると、今ちょうどこの真ん中のあたりにピントが合っているはず。うん。よし。で、位置がずれていると思うんだけれども、どうだろう。今まだ適当に眼球を押し込めただけだから。うん。で、このままだと分かりづらいかな。ちょっと待ってくれ。ちょうど君の真ん中にこの大体この辺りかな。ここでいいかな。よいしょ。ピント貼るようにして見えるかな。このマークを元に位置を合わせるからね。はい。これでどう？もう少し下。これでどう？下すぎるかな。どう？次左右のバランスを見るからね。こっち側か。よいしょ。これでどう？よくわからないか。一回目いっぱい左側に寄せてみるから。これだと今全然ずれているね。で、ここから少しずつ調整。この辺りでどうかな。もう少し。どう？もう少し。これでどう？検査してみようか。どう？特別違和感はないかな。ずれてない。大丈夫。とりあえずいいかな。うん。位置とピント大丈夫だね。うん。で、次は明るさの調整をするからね。少
し目がしみるね。パチパチして、そうだよ、大丈夫かな。うん、カルさんの位置がここだから、よし。はい、今は左目と比べて右目はどうかな。少し暗いかな。うん、ではぐーっと目いっぱい上げていくとどうかな。これだと眩しい。うん、じゃあこっちは下げていくよ。もう少し下げていって、この辺りでどうかな。もう少し下げる。ぐーっと下げて、だいたいこの辺りか。うん、軽さと一口に言ってもいろいろあるから、今のがゲインね。次はリフト、これでどうかな。うん、もう少し調整。あとは真ん中をじーっと眺めていて、こちら側で勝手に調整していくからね。ここが、これで周りの暗さを少し整えて、隅までパッキリしたと思う。どうかな。ここの端っこのあたり見える？ぐーっとぐーっと見える。これね、見えなくなったら言って。こう見えない。はい、見えなくなった。そう、真ん中内側見えなくなったらここ、よし。反対側はここ、いいよ。それから四隅ね、ここ、いいよ。ここ、はい、真ん中戻って、ここ、はい、真ん中戻って、ここ、少しまだ暗いのかな。コントラストの調整もするからね。いいんだよ、ゆっくりしてたらいいから。こっち側に数値が出るから、勝手にやっておくから。これね、影と光のバランスが良くなったと思う。
かないかな。それから色合い、こっちが正しい位置、これと比べてこっち側はどうかな。同じ赤に見える。これとこれとこの赤とこの赤、いいよ。これで同じになったかな。この赤とこの赤、この赤とこの赤、少し違う、何かが違う。じゃあこっちのつまみで、これでどうだろう。光を見ると分かりやすいと思う。この白い明かり、こっち側とこっちは同じ色に見える。こうこちら側の方が青白く見える。これでどう。よし、それから色の具合をもう少し調整。こっち側とこっち側、どちら側かが色が濃くなったりしない、鮮やかすぎるとか、あるいは色のりが悪いとかないかな。とりあえずこれで生活をしてみよう、うん、それからもう一つ、こっちの方が多分ぼやーって見える。ピントは合っているけれども、なんかぼやーってしてると思うんだよね。どうかな、分かりやすいのがあればいいけれども、こっち側とこっち側、こっちの方がぼやーって見える。ピントは合っているけども、少しぼやーっと見える。こっちの方がくっきり見えるんじゃないかな。どう？そんなに変わらない？うん。ならこのままでいこう。よーし。はい。では顔を振ってみて。適当に。もう少し強く振れるかな。大きくゆっくり振ってみて。どう、違和感がある？あ、少しある。どういう感じかな。うん、少し遅れて見えるかな。よし、
で、同じように確認してみて。よいしょ。はい。ゆっくり大きく動かして。治った？他に違和感はないかな？大丈夫そう。上下は？こう。大丈夫。よし。はい。いいだろう。